ライジングサン。マーティが日本の曲は全部ロックだと言い切るこのコーナー、今回もこんなにおはがき来てますよ。紹介します。川原智美の I'm Proud はロックじゃないと思うんですが、どうですかっていうことなんですけど、まあちょっとロックじゃないですね。ロックじゃないよね、超ロックだよこれ。ロックじゃないよね、こういう曲聴いたらなんか日本っていいロックあるじゃんと思ってたんですよ。小室サウンドとか分析されてましたよね、以前、コラムとかで。でもロックとは違いますよね。ロックじゃないよとにかく弾いてみようか。うまく弾けなかったんですけどとにかくグランドファンク、グランドファンク、グランドファンク、そっくりじゃん。やっぱりトモちゃんがグランドファンクの大ファンだと思います。この後トモちゃんが暴走列車に。田原智美アイムクラウドが暴走列車に変貌。トモちゃんのロックに影響されてたんですね、うん、そうですよ。好きだったんでしょ、グランドファンク、トモちゃん。実は一緒にトモちゃんと一緒に演奏したことありますよ、その時にグランドファンク大好きだよと言われたんですよ。そうだったんですか。小室サウンドとか分析されてましたよね、以前、コラムとかで。でもロックとは違いますよね。ロックじゃないよとにかく弾いてみようか。うまく弾けなかったんですけどとにかくグランドファンク、グランドファンク、グランドファンク、そっくりじゃん。やっぱりトモちゃんがグランドファンクの大ファンだと思います。この後トモちゃんが暴走列車に。田原智美アイムクラウドが暴走列車に変貌。